どうもゴリンです。本日もスーパーマリオメーカー2世界のコース遊んでいこうと思います。今回はこちら超危険な一の一シリーズということで、こちらシリーズ10まであるので、今日はねそれ最後までやっていこうかなと思います。というわけでまずはクリア率 100% のこちら行ってみましょう。レッツゴー。超危険な一の一5。いやでもさ、チャレンジ数いくら1といえども 100% はすげえよな。 100% のコースってまあないよ。でも上から今回はやつが降ってくるということだが、おっと鋭角に当たっていく。水がなければこいつらは死んでしまうので、よいしょ。これ水が引いたタイミングがかなり有利かなと、痛い思われますね。これずっと水ありでもよかったけどね。なんで水なくなってるんやろ普通にずっと水上にあった方が難しそうなんですけど、どうなんだ。よいしょ。確かここにスターがまたあったと思うんやけど、まずいまずい、来た。オッケー、このスター取ってこれで最後まで行こう。じゃこの 100% 継続したいから、やばい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 、危ない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 、耐えて耐えて耐えて、危ない危ない 100% キープします。よいしょ、早く、ナイス。 100% は守られた。超危険な1の16。さあ果たして今回は何が降ってくるんでしょうか。メットないんやけど今回。うわ、テレサ、テレサって降らせられんの。テレサって降らせられるんや、知らんかった。しかもなんかようわからんとこで止まるし、初めて知った。私マジか。おもろー、このなんかなんかタピオカみたいに見えてきた。テレサってさ、そもそも置ける数の制限が結構きつめなんよ。あの前のコース制作でもあったと思うんやけど、この手法を使えばさ、テレサ無限に置けるんじゃね。うわ、早速食らうし。こんなんだって こいつらがさ触れ合ったらなんかブリンブリンとか言ってさ、なんかちょ、うわ叩けへん叩けへん、ほらなんかブリンブリンとか言って、なんかあかんねん、ブドウみたいになんねんって、こいつ。まあ、でもなんか攻略法あるはずや。難しすぎるもんだって。あ、俺左折ったら、これ全然右に出てこへんねんけど。マジそんなシステムあんの。やばい、うわうわ、はい、ああ食らうか。だからあんまり右行きすぎない方がいいのかもしれないね。で一旦そこのスター、一旦ここのスター取ります。オッケー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 。なんかここら辺あんま右行きすぎたら数増えるから、じゃここら辺でなるべく引き寄せて全部倒して、うわーやめろー、やめてくれ。よし、一旦耐えよう一旦耐えよう。危ない、あそこのスタートの、ちょっと引き寄せたかったが、まあ仕方ない。どうしようかな、ここで待機しよっか。テレサこんなった、来た、こいつら倒して、オッケー、キープキープキープ、ヘイマリオキープ、マリオキープ、テレサ来んなよ。オッケーオッケー。いやーこの感じ初めてやったね、面白かった。超危険な1の17。今回もメットなし、メットなしということはチョロップ、これは簡単やろ。過去一で楽ちゃうこれ。もちろんノーダメでいけるわ、マジで。一回もダメージ食らわずにいけるんちゃうね。よーい、ちょっと。だってこいつら基本的に登ってこうへんから、もうここおれば余裕なんよ。しかも勝手に落ちていくし、こいつら。ちょっと引き寄せて、ま、一回ダメージ食らう？ダメージ食らって無敵時間作って、危な。おい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 、あかん、おうなってた、おうなってた。一旦スタートって絶滅させようか？よし。一旦スタートって絶滅させます。さあ、さあおいで。さあおいで。ほらー。よし。危ない。
でまたここにスターあるから、はい、オッケー。あれ降ってこんなった、全然降ってこんなったぞ。なんだこれ。はい、これでゴールっすね。これは余裕だった。ナイス。超危険な一の一8。あ、今回メットある、メットがあるということは、うーわマジかー、こいつ三大最強四天王と言われている、やばい、うわくそ。いやこいつにさ、じ、あかん、地鳴りされたらもうその時点で負けなんよ。はいはい、あーマジか、フラワー出したかった、あかん、キノコ来て、ナイス、やばい地鳴り来た、あかん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 、あかん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 、あー降ってくるやつ全部倒すぐらいじゃないとあかんな、これ危な、あい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 あか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 ん、そう、こいつ下からも攻撃してくるからさ、あかあか、下からの攻撃やばいねって、なんで上に行かなければいいのか俺が、でも上に行っちゃうんだよね、やばいやばいやばい、食らうの早すぎ、食らうの早すぎ、ちょっとセコイが左側戦法使うか、ほらほらほら、左側におったら敵も左側行ってくれるんよ、あんま右に出てこうへんのよ、まずまずまず、まあ、ここでちょっと右行くのは仕方なしで、一旦右まで全力で行く、あか、先、うわ先回りしてきた、マジか、はい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 、ここで一旦食らうのは OK で、フラワー出す、フラワー出してダメージ食らって、その感じで行く、そう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 、あっかん、マジか、あかん、よいしょ、スタースタースタ、ナイス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 、ここで一旦全滅、絶滅させて、はい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 、いいよ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 、わわわわわわ、あかん、マジか、ここのスター欲しい、よし取った、これでまた絶滅させて、ここのスター取ったら大体ゴールいけるからね、あかん、こいつら倒す、こいつら倒す、オッケー、でもファイヤーないから、あ、まずい、あ、危ない、危ない、あ、はいはい、オッケー、ここまで来たら大丈夫、よいしょ、しっかり自信も避けて、ナイスゴール、超危険な一の一9。さあ、こちらクリア率 0% となっております。ちょっと怖いが、あーあー、なるほど、これ、あ、ファイヤー効かへん、マジか、これファイヤー効かへんのか、やばい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 、うわっ、あか、ヘドバンしていくしかない、ヘドバンしていくしかない、こいつ、あかん、なんか脱げた、なんか脱げたよ、はい、どれが倒れてんのお前ら、わからん、どれが倒れてるんだい、クソ、よいしょ、 OK、 とりあえず絶滅させて、はい、うら、見えへん、足場が、足場が見えない、ちょっと待って、危ない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 、こいつらブロック壊してくんのか、そうや、忘れてた、おい、よいしょ、オッケー、わあ、オッケーオッケー、あ、来ないで、降りてこないで、頼むから、僕を守って、土管、土管だけが友達、ここ安全地帯、ここ安全地帯、完全な、ナイスー、超危険な一の一10。こちら最後のステージです、行きましょう。メットはありのパターンね、となると、あー、さっきよりちっちゃい、でかいのでもよかったのに、あ、でもこっちの方が分かりやすくていいのか、危な危な、ほい、蹴っ飛ばして、あか、あー、なんか溜まってきたら、溜まってきたら厄介、これ溜まってきたら厄介だよー、あかん、クロータクロータクロータ、はい、出して一回クロって、オッケーオッケー、なんかチュ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 
ほーれほれほれ、これでも俺の勝ちは確定した。聞かぬわ。おい、あかん、なんで。おい、よし、ここまで来れば大丈夫でしょう。あ、危ねえ。ククナイス。というわけで今日のコースいいなって思ってくれたらぜひグッドボタンよろしくお願いします。どれが一番難しそうに見えたかな。